がいいですか。さあ、共通男子 200m 競走は第18組。さあ、横一線ですが、袖ヶ浦の優作君が前に出ていますでしょうか。さあ、そのままにね、袖ヶ浦優作君を先頭にフィニッシュ。さあ、速報出ました。袖ヶ浦の鶴崎くん、時間22秒86。この時の風は追い風の 1.6 メートルでした。